はい、毎日学習会の林です、よろしくお願いします。英検2級に何度も落ちながらでも、まあ、慶応の文学部受賞も合格できるかというところで今日はちょっとお話ししていければなと思うんですけど、結論から言うとこれはうちの教え子さんのケースで、英検の2級に何度も落ちながら最終的には慶応の文学部の受賞に合格してます。でそれが結局一体どういう対策によって、まあ、そこができるようになったのかとか、まあ、その辺りの話をちょっと端的にいろいろまとめながらお話しできるといいかなと思いましたので、ちょっとお話しできればなと思います。よろしくお願いします。で何がその、まあ、一つ試金石になったのかなっていうところをちょっとこう考えてみたときに、非常に多分この人これがすごい大きかったんだろうなって私個人的に思うのが、あれなんですよね。要はその慶応の文学部の実証部で出てくる英語っていうのは、まあ、英語の中でも本当にそのごくわずかな部分ですよね。英語能力って基本的に英検で見られるものって、まあ、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングってあるわけなんですけれども、やっぱりそういうのをそのしっかり見れるかどうかっていうところが非常に考え方として重要で、やっぱりまあそれ以上でもそれ以下でもないと思うんですよね。とにかくそこの本当に基礎的な部分がちゃんとできてるかどうかっていうところをちゃんとやっていくっていうところがすごい大事なんですけど、一方で文学部の場合はどちらかというとこう日本語を英語に訳するとか英語を日本語に訳するとか求められてるものってそういう話ですよね、自称語で。なのでそういったところでこう一個一個抜けがないかちゃんと見ていくっていうのってのは本当にその英語能力でいうとごくわずかなところで、で文学部の自称語で合格するためにはってことを考えると、別にそこの部分をまあ埋めればいいわけですよ。だからそこに関してそんなにものすごくこう難しい話があるのかっていうと、多分そんなことは全然ないわけで、そういうふうに考えると、なんかこう英語をやんなきゃいけない、これ SLC の英語とかでもそうなんですけれども、やってる時になんかこうすごい難しいことをやってるのを思う人がいるんだけれども、全然そういうことがなくて、本当にそのいわゆる世間一般で英語って言われてるもののごく一部しかやってないわけですよ。っていうことを考えると、そこでこう自分の能力っていうのが全然こう何て言うんだろうな、低く見積もられてることってすごくある。本当はそのごくわずかな限られた部分だけ対策していればいいのに、その全部やろうとするがばっかりに、英検でできないから文学部もみたいな感じで言っちゃうのはやっぱりすごいもったいないかなと思うので、そこの部分はまたよく考えた上でやっぱり選んでいただきたいな、まあ、とはいえやっぱり英語の単語のね、そのある程度の単語数を覚えててこう何が出てきてもこうパッと書けるとか、まあ、そういうことに関してはやっぱり非常に大事な部分だと思うので、そこはやっぱりまた考えた上でやっていかなきゃいけないんですけども、とはいえっていう部分はありますよね。なのでそういったところをちょっとまたしっかり考えていくっていうところはすごく大事だと思いますので、なかなか最初のうちこう自分なりにこう何て言うんだろう、ピンとこない部分もあるかもしれないんですけど、こうやはり勉強するときにこうそれをやるために必要な部分っていうのがこうどこまでなのかっていうのをちゃんと認識してやっていくと、だいぶ違うと思いますので、そこの部分はちょっと改めて考えてみていただければなと思います。よろしくお願いします。